どうもショルです。妖怪ガッツ、シゲンチ、前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、妖怪ガッツ K をゲットしたいと思います。で、こいつのゲット方法なんですが、まず持ち物で、このガッツの紋章を入手している必要があります。で、これはどこでゲットしたかというと、金ピカ都市港の、ギアマンドクロに行く前のところでゲットしました。多分男の子だったらこれ、ガッツの紋章が手に入って、女の子だったら多分これ、F の紋章が手に入る。はずです、確か。まあ、一応僕、女の子編も持ってるんで、また女の子編でも、これゲットしてみようと思います。で、場所なんですが、このおばあちゃんの墓ですね。この怪しかったお墓。ここにいます。まあ、話しかけてみましょう。よくがつけ。よく来たな、ガツカメの紋章、銃を持つ者よ。そいつは一枚のヒーローの証だぜ。あれ、この喋りがどっかで聞いたことあるよな。君、ガツカメのこと知ってるの？ああ、面白いんだぜ。愛とガッツで、ガッツと根性で、世界にはびこる悪を打つ。見てきよちゃん、ガッツ仮面、世界の街全部守るぜ。ほう。ガッツ。いいね。もうついには主人公までが妖怪になってしまうという。主人公のこれ、おじいちゃんだから、祖先だから、妖怪ガッツは。これ、好物、お、あげれるぞ。これ何が好きなの？まず見てみよう。スナック。お前、スナック好きなんかよ。ほら、子供やから。そこ子供やからスナックか。スナックってこれ、お菓子とスナック、どうじゃないんだけど。どっちがスナック、どっちがお菓子やったっけな。こっちがお菓子、こっちがスナックか。これかな。オッケーうまい、ガッツ。ガッツは結構弱そうやな。オッケー。おい、めっちゃ避ける。多分攻撃避けまくるタイプのこれ妖怪なんかな、多分雰囲気。めっちゃ攻撃避けるわ。ほら、避ける避ける。結構攻撃避けますね、こいつね。4分の1ぐらいで攻撃避けるんかな、多分。ギャギャ、ああ、こうへんな、やっぱりな。俺、こうへんわな。さすがにこうへんわな。このつぶす、初めてだった。ありがとうな。ガッツだ。くそ。まあ、というわけで、リセマラしてちょっとゲットしてみて、能力見てみようと思います。じゃあ、リセマラするんでカットしまーす。はい、ゲットしました。妖怪ガッツ系。結構かかりましたね。これ、15回ぐらいですかね。リセマラしました。お前からしっかりガッツを感じ取ったぜ。これで俺たちは友達だ、仲間だぜ。いいね。ケイちゃん、ニックネームな。まあ俺これでいいかな、妖怪ガッツ系で。こいつもなんか名前かっこいいしさ。おお、ここに当てはまるんやな、こいつ。さて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 、お楽しみの能力公開タイム。この夏でバチ初めてだぜ。じゃあなって見ましょう。レベル72。え、弱くないか。え、なんか弱くないか、こいつだけ一回り。ズラジローと結構強かったのに、ランク B か。ああ、なるほど。だから公式バトルで使えるってこと。勝利のガッツ、敵の攻撃避けまくる。確かにこいつ攻撃避けんねん、めっちゃ。ああ、技強いな、結構。ガッツのポイントで HP 回復する最強の状態ある。これネタバレリーナの必殺技と一緒ですね。ランク B の中ではどうなんかわかんないですけど、まあ S と比べてやっぱどうしてもやっぱ弱いですね。見劣りしますね。まあ大事で見ましょうか。妖怪ガッツ F もいるんで、これフミちゃん編だったら F ゲットできるみたいなんで、ちょっとそれもまたゲットしたいですね。純度 100% の正義の心で数々の悪を打ち砕いてきた正義の味方妖怪。もともとはヒーロー好きの普通の少年だったらしい。まあ、正義っぽくないけどな、色的に。結構悪のヒーローみたいな感じだけどな、これ。おぉ、いいね。ふらぁ、ああ、絶望。世の中絶望感じ取るで。オッケー、ゲットしました。はい、というわけで、とりあえず今回は、妖怪ガッツ K の入手方法等を解説しました。まあ、能力も今回見れましたね。
まあ、次もまた、まあ、新しい、新打ちで追加された妖怪と、いたらゲットしていこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。あと、ストーリーも、新打ち追加のストーリーも進めていってるので、そっちの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。